はい、どうも小林隆史です。こんばんは、またよろしくお願いします。今日は、実際公演中止してみて経済損失とはまた別の痛みということでね、3月31日のイベントを、公演中止ということになりましたけども、またまあね、台本もあるしできる時に、やろうとは思っております。ただまあこの公演自体はね、正直言って規模もまあ小さいですし、まあ、予算もさほどかからないし、まあ思いついたらまたできるね、フットワークの軽いものだから、まあいいっちゃいいんですけどね。もともとそのすげえ予算のすげえ儲かるものでもないし、まあ芝居ってそんな儲かんないけど、まあでもそういう意味で経済的な損失みたいなものは、大したことないです。まあでもね、やっぱり中止ってやってみるとね、まあ、やっぱこういうお客さんをなんていうか、まあ喜んでもらおうと思ってやるものじゃないですか。しかもまあなんだかんで言ってもオリジナルのものを初めて出すわけでしょ。そうするとこれってお客さん喜んでくれるかなとかね、まあ、どういう反応があるのかなとか、まあ、そういう作る側のワクワクの仕方、クリエイティブの側の、まあ、ものづくりの側の、まあ、僕のことですけどとしては、まあそういう意味でのとても残念な気持ちというのはやっぱありますよね、どうしても。しかもこれが例えば本当に舞台で、まあ舞台やろうと思ったら1ヶ月とか稽古しますしね。でその間にたくさんの時間をかけて、まあ、スタッフさんを含め準備をしてくるということを考えるとね、まあこのイベントに比べもなんない、そういう心痛というか痛みが、まあ、あるんだと思いますよね。僕はまずそのこのイベントより前に公演中止とかなったことって、まあ、ほとんどないのであんま分かんなかったけど、でもまあ1ヶ月みっちり稽古して初めて世の中に出すっていうねものが誰にも見てもらえないとしたら、それはかなりしんどいことだろうなってやっぱり感じますね。まあ今そう言っててもしょうがないってはしょうがないのですけれどもね、やっぱりこういうお客さんがいて初めて成り立つ商売っていうのは基本的には、まあ、そういうものなんでしょうね。それはもうどうしようもないことだと思います。ただまあこれミュージシャンとか、まあ、アーティストだけじゃなくて、まあ、考えてみりゃ外食関係とかね、普通のパン屋さんとか飲み屋さんとか、お客さん相手にしてるとよく考えると基本的には同じかもしれないですけどね、まあ、もちろんプロジェクトになってるから、演劇とかそのこういうものの場合はね、だから本番があって本番に向けて努力して、ここの間には誰もお金が発生しないというか、なんていうの、結局稽古してる間にギャラが発生してなくて、ここの本番で稼いだものが稽古と本番セットのギャラになるっていうのが普通の舞台なんですよね、日本の場合。なのでそういうしんどさあるね。でもじゃあ例えば外食とかそういうお客さん商売を考えると、今度はそれとは別に永続的にずっと営業するものだけど、ただ日々仕込みとそのなんていうの、材料をさ仕入れして仕込んでそれを作って売ってっていうサイクルがあるじゃないですか。だから余計厳しい部分もあるのかもよね。僕らプロジェクト1個がポシャってうわーだけど、毎日毎日そうやってお食事を提供したり食べ物を提供したりとかしてるとこっていうのは、その回転がもうなくなっちゃうわけだから、より厳しいのかもしれないです。だからアーティストがつらがってる以上にもう大変な状況に陥ってる人たちいっぱいいると思いますので、まあ僕らは僕らの心の痛さありつつ、希望を持ってなんとか次はと思ってるわけですが、日々働いてらっしゃる方々の心の痛みも感じるところでございます。はい、なんとか生き延びていきましょうとしか言いようのないこの不況感ですが一緒に頑張りましょう。というわけでまたね、バイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。